上崎湯川駅は、千葉県木更津市菅尾にある、東日本旅客鉄道クルリ線の駅である、単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは5両編成までに対応する、クルリ駅管理の無人駅、乗車駅証明書発行機が設置されている。当駅のホームは北側に設置されており、改札口も同じく北側に設置されているが、駅周辺は南側に。 多くの住宅地が点在する。しかし南側にはホームにつながる連絡道路がないため、南側の利用者の多くは、車道の踏切から列車軌道上を歩く、あるいは南側にあるネット柵を飛び越えるなどして、ホームに入るというリスクを伴う問題が生じた。この問題は、木更津市議会議員である佐藤民夫による答弁で取り上げられた。市や JR の対応として、 木更津駅の指導員が不定期で巡回し、同様の行為を発見した場合の注意指導、車道の踏切からの通行を遮断、利用者に対しルールを遵守するよう呼びかけ、線路脇に注意看板を設置するなどの策を講じ、この問題は概ね改善された。一方、この問題を取り上げた佐藤市議会議員は、周辺利用者から不便の声が上がっているということを理由に、 同駅の南側にプラットフォームを移設することを提案しているが、JR 東日本千葉支社は移設工事をする予定はないという回答をしており、南側に移設する目途は立っていない。駅入り口の周囲に案内看板の類は一切なく民家と個人商店の間から入港する。2006年度の1日平均乗車人員は254人である。千葉県統計年館によると、 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通り。清和大学木更津総合高等学校駅出入、口側には木更津東方病院があり、帯津川を越えた先は田園地帯が広がる。駅南側は住宅地が点在しており、清見台中央通りや蛍谷屋周辺に、アピカ木更津店、小戸屋、木更津清見台店、カズの駅ワクワク広場清見台店。 スーパー不分岐読み台店、ケー電気キサラズ店、京葉電通キサラズホタル屋店などの商業施設が並んでいる。出店、ありがとうございます。